9全スペースレンジャーに次ぐスペースクルーザーの右側から足元に注意して退出。これさ絶対に自分の車椅子の方が入るよ。せーの、これかな。ディズニーシーに初めて車椅子で行った時はゲストアシスタントカードというものだったんですが、今はディスアビリティアクセスサービスというものに変わってました。紙だったのがデジタルに変わった感じでしたね。ちなみに待ち時間がなくなるわけではありません。私たちがスタッフさんに話しかけた時点で50分待ちだったんですが、説明を受けた時間も引かれて終わった後約20分待ちだったので、その20分は列に並ばずに、ご飯を食べたりトイレに行ったりということができます。だからといって他のアトラクションに乗ることはできません。グリーンマンってさ何が入ってるんですか？なんかえ、何味なの？嘘でしょ。でもあんことかじゃないですか、多分。顔白っ。ほんとだ。いいね。縫いすぎだよ、感じ。間違っちゃったの、失敗しちゃったの。これ可愛いよ。これすごい。怖いよ。え、宇宙人？どうぞ。え、どうぞ。あ、ありがとうございます。サポートしてもらいながらですが、私は一番手前のところに一人で乗ることができました。
秘密の入り口から入ります。ワクワクドキドキ胸いっぱい。グッパーグッパーグッパーだってね。何それ、グッパーだよね。グッとパーで分かれる人だよ。時期性やば。逆に合ってるよね。グッパー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 、リズムは一緒。失礼しました。普段は流れながら乗るんですけども、車椅子の時は止まった状態で乗り移ります。少し乗るところが狭いですが、私でも乗れたし、ちょっと介助があれば乗れると思います。楽しいですか？楽しいです。Be happy。暖かくなってきたね。ね。こんなさ、寒い時期に濡れないよね。落ちてる。後ろで何してんの？お金ちゃうで。返してあげて。200円だよ。
ジでむずい、これ。はい、置いて。赤い。え、見えないんだけど、玉。は他のお客さんが止まらないようなシステムで私たちのところだけ止まるみたいな感じだったんですけど、このバズライトイヤーの場合は他のお客さんも止まってしまうのでとても気まずかったですね。全スペースレンジャーに次ぐ前方に流星群を発見。全てのスペースクルーザーは一時的に停止する。しばらくその場で待機せよ。素晴らしい活躍を先に行った。全スペースレンジャーに次ぐスペースクルーザーに右側から足元に注意して退出せよ。全スペースレンジャーに次ぐスペースクルーザーに右側から足元に注意して退出せよ。これさ、絶対に自分の車椅子の方が入るよ。全スペースレンジャーに次ぐスペースクルーザーの右側から。このアトラクションはミニシアターみたいな感じになっているので、一番前の席に自分で乗り移ってアトラクションを体験します。ディズニーを一日楽しみました。